さあ今回もタウラー進めていきましょう。さあ前回はね、このアベンジャーをさらに強化して最終戦に備えていると。とりあえず武器は全部上げてはまだないですね。どれを上げようかな。やたらと武器があるんで、これは開けてはあるのかな。開けてはあるね。ビームタレット、ガンタレット、まあ、各2個ずつで、どっちが強いか。ダメージで言うと、こっちね、でも秒当たりダメージなんで、どっちが強いんだろう。で、命中 100% だね。左かな。まあ、ビームだね。ちょっと上げとこう。何個いけるのこれ。今4個追加して、5個追加できるけど。まだまだいける。6個追加してる今。あー、お金がなくなったね。そっか、そっちか。素材はこの一番下のやつなんで、まあ、ここでいいかな。で、ちょっと見に行こう。まだまだ増やせるんで、ちょっとね、その武器のリロードとか、増やす前にそのものを増やして、見てみようじゃないかと。まあ、大体基地はできたんで、一旦、まあね、アベンジャー強化でいいかなと。ビームとデストロイヤーと。あ、確かに。あ、確かにめっちゃなんかあるな。1,2,3,4。まだ、これだよね。じゃ、結構まだまだ乗せられる。あ、すごい強そう。いいね。下にあるから見えないんだね、あんまり。おー、これ強いんじゃない？だいぶ。射程はあんまないか。まだ今敵がないか。だいぶ火力高そうだけど、まあでもビームは、敵がいないからわかんないな。なんか何秒間出るのかね。弾薬数的には10秒あってどうかってことですよね。1秒1なら、多分10秒くらいかな。どうだろう。10もあった方がいいか。これ下のやつはな。いや、まずいまずい。これもビームなのかな。いや、まだビームあと5個くらい増やせると思うんで、ちょっと次10にしてみよう。とはいえいいね。まずいかな。ちょっとまずいっすね。さっき切り落としてないか。だったら、そして多い。当てがわれるぞ。全部微妙。攻撃は中途半端すぎる。あー、でも OK、 やれたか。終わりなら全然、被害はないね。中に被害はないけども、とんでもない食らってる。まあ、これ多分ボス戦でもないくらいね、攻撃だと思うんで、まあこれは想定してもしょうがないね。ちょっとリロード早くできたらあれ強いね。とりあえずダメージよりかは、そもそもの訪問の数増やして、でリロード早くしよう。そうすれば、ね、DPS 的な部分では高くなると思うんで。74日目、周り残されたね、日付はないです。極力お金はね、このコア回収に使わなくていいよね。手持ちのコアだけでどうにかできるようにしよう。
で、これ基本青と緑しか使わないんで、まあ、簡単かな。ちょ、ほどほどで止めようか。ああ、いっちゃったね。リロード早くできるんで、これ XB2、あ、一番下か。一番下のガンタレットね。もともとあると思うんで、手法なのかな。XB2 の数は、プラス1だけど、XB2 はないね。XB2。まあ、じゃあ手法か。ダメージも750あるんで、あ、でも750あるのか。じゃあ早い方が当然だけどいいね。ビームのリロードはどれなんだ？ビンディケータータレット。あー、ここが、このビームのスピードだね。リロードのスピードだね。あー、もうダメだ。足りない。あ、いける。いけるけど、まあ、いいか、行こう。で、XB3。XB3。あ、これ XB3 なんだね。あれ、これ、あ、しまった、今、両方、ビーム上げた。あ、ここ、ビームか。しまったな。あ、じゃあ、上げよう。やばい、ミスったな。まあまあ、でも、マックスにしたビームを速くしたんで、強いだろうけどね。アーモスも増やすか。もうここに来たらやろう。さあ、ビームガン押し。まあ、食らってはないんで、今回持っていくとして、青が欲しいから一番下かな。よし、まあ、だいぶ強いんで、まあ、いいんじゃないかな。よしよし、とりあえず機体の戦艦になった。戦艦じゃないな。なんだろうね。来たのは戦闘機になりましたね。うわ、すげえついてる。あ、これは強いでしょ、もう。あとは、まあ、ぐるぐる一周回るっていう動きがね、まあ、どうなのかなと思うけど。レンジはそんなに遠くないのかな。あれも撃ってくれてんね。まあ、リロードも速くなって、数も増えて、あとダメージ上げたら最高だと思うんだけど。こいつを見よう。こいつ大丈夫だね。いや、絶対強いって。めっちゃあるもんね、これ、ほら。だから裏と表に4個ずつ片面ね。だ8個ずつついてるんだよね。2、4、6、8だもんね。そうだよね。これめっちゃ強いでしょ。全然狙ってない。大丈夫これ。ナイスナイス。いや、いいねいいねいいね。まあこの戦いじゃもう打たないかな。打てんのよ。ナイスナイス。あ、そこ打てるならまあ全然ね。リロードが長いのかな。まあ、全部が一気に取り勝って、ここここで撃ってくれた方がいいか。あ、まずい。左がノーガードすぎないか。全然ないけど誰も。ナイスナイスナイス。いいよいいよいいよ。なかなか近くを狙うわけでもないんだね。いや、これはいいね。だいぶらしくなってきたんじゃないかな。さあ、とりあえず今回この2戦で、とりあえずまあ一つね、あんま戦力じゃなかった逃亡式やつが戦力になったんで、これは大きいです。タレットの数は実にね、何倍ですか、多分22だったと思うんで、4倍くらいいったんじゃないかな。
まあ全体じゃなくてね、ビームだけですけど。さあ来た。このまあ今回強くしたね、このちょっとダメージは大丈夫だよね。今多分食らってはないはず。まあ全然これくらいならいいです、いいです、全然ね、ノーダメージでもんなんで。これ次回行くんですが、ただね、まあこれ全て使っていきたいと。まあ、どこに使うのかですね。何を強化するのかと。まあ紫はないんでできない部分はあるんですけど、ね、まあ、どんだけこのアベンジャーにぶち込んでいくのかと。で、手法751個でしょって考えると、ビーム6個あるから、秒間あたりマックスで12個。プラス6でさ、8個あったよね。2222じゃなかった、並び的に。もともと2個に対してプラス1なんか、まあ6として、まあ12個だね。まあ12個あるんで、まあ、360ダメージを最高で秒間出せると。って考えたら、これは3秒でもう上回ることができるね。あとまあこっちも欲しい。あれでも、あ、こっちちょっと早めに上限来るんだ。あー、じゃあ上げちゃおうか。これまず、タレット数は満タンです。上はアビリティみたいなもんなんで、ちょっと違いますね。ノックバック。このガンタレットの方のノックバック。で、ガンタレットの方は上げらんないと。で、このビームタレットのダメージ上げられると。上げられましょう、じゃあ。秒間30から45になりました。もうこれでもう最高火力です、これは。これにまず一つ期待を込めて。XB、ああ、まあこれはこの武器だね。いいんじゃねえ、もう。いいんじゃないか、これで。よし。次回は、行きましょう、オーバーロード。リベンジ戦です。まあ50かな。一回戦ってますけど。そっからのね、この大成長を経た拠点で、ラスボス行きましょう。